たイワン・ゴルノフ記者が今月6日モスクワで薬物の所持などの疑いで警察に逮捕され無実を訴えていた事件では、政府による言論弾圧だとする世論が高まり、当局は11日ゴルノフ記者を証拠不十分で釈放しました。モスクワでは12日事件の真相解明を求めておよそ1200人がデモを行いましたが、治安当局は解散を命じ、従わなかった参加者を次々と拘束しました。この中にはプーチン政権に批判的な野党勢力の指導者で人気ブロガーのナワリヌイ氏も含まれ、独立系の人権団体によりますと、これまでに400人以上が拘束されたということです。ロシアでは6月12日はロシアの日と呼ばれる国の独立を祝う祝日で、プーチン大統領はクレムリンで政府の行事に参加しましたが、ゴルノフ記者の事件やデモについて沈黙していて、政権批判がさらに強まる可能性もあります。